木陰になるまで俺は勝ち続ける。任務開始。今回はただたくさん影分身すればいいってわけじゃない。それってどういうこと？ギリギリの状態でどれだけ持つかが重要なんだよ。まずはお前自身の影分身を100体倒してもらう。おう、多重影分身の術。よし、それじゃ始めるぞ。本当に大丈夫なんですか、カカシ先輩？普通こんな無茶な修行はさせないさ。だがナルトはいつでもどんな困難も乗り越えてきた。俺はあいつを信じている。よし、乗ってきたってば。そう、やられる側の気持ちにも慣れてるな。悔しかったらお前もかかってこい。けどよくこんな修行を思いつきましたね。なーに、ナルトに何ができるかを考えただけさ。それでもすごいですよ。僕ではとても。いや、本当にすごいのはそれをやってのけるナルトの方さ。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。よし、だいぶ感情をつかんできたぜ。影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。世代交代も近そうだな。よくやった、ナルト。次は200体だ。よっしゃ、多重影分身の術。それじゃ、続けていってみようか。しかし、ナルトは根性ありますね。無本発射。
まあ、追いかけるべき背中が見えたしな。自分相手ってのもなかなかしんどいな。オレオレ、どうしたオリジナルのオレ。この程度で疲れてるようじゃいつまでも終わらねえってばよ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。コントロールしきれるでしょうか。さあね、そいつはナルト次第けど、あっという間かも。チャクラの性質変化を得得したとしても、問題は次ですね。性質変化と形態変化のようには前人未到の領域だ。まあ、正直見通し暗いですね。ナルトは不器用ですし。さーて、そいつはどうかな。よし、だいぶ感情を掴んできたぞ。こら、影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。世代交代も近そうだな。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。よし、だいぶ感情を掴んできたぞ。影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。こら、影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。よし、だいぶ感情をつかんできたぞ。こんだけの俺を全部ぶっ飛ばさねえといけねえのか。
こら、影分身の俺、ちょっとは手加減しやがれ。世代交代も近そうだな。おっしゃ、やったってばよ。なるほどね、ナルト、強くなったな。任務達成。